貯金はいつ使うの？使わないで死ぬんじゃないですかね。話がつまらない教師が居眠りする生徒を注意することについてどう思う？ああ、僕これ高校生の時やったんですよね。確か漫画読んでて怒られたんですよね。で、あなたの授業より漫画の方が面白かったからですみたいなことを言ったパターンと、あと弁当を食ってて怒られて、お腹が空いてたから何が悪いんですかって言ったパターンがあって、どっちもあんまりいい思いをしなかった気がします。なので、なんだろうな、先生を怒らせても得することはあんまりないですね。とはいえ僕もそれをやってこういう大人になってしまったので、やるなということはできないんですけど、やるんだったら勝て。なんだっけな、その代数かなんかの先生の時は、結局お前の授業社会で役に立たねえじゃんみたいなこと言って、で結局じゃあ社会で代数って何に使うのか言ってくださいよみたいなこと言って、で結局なんか事例が出なかったみたいな、そんなになった気がするんですよね。覚えてないですけど。はい。さすがに